アレクサンドラ・セルゲーブ・ナ・ソルダとは、ロシア語、英語、アレクサンドラ・サーゲー・アバナ・サダ・トーバ、1998年6月1日体は、ロシアの新体操選手である。ロシア代表の一員であり、2014年と2015年の世界選手権団体戦で二連覇。2012年のジュニア新体操ヨーロッパ選手権で二冠に、輝き、2014年の新体操ロシア選手権では、 個人総合で銅メダルを獲得している。1998年、ステルリタマク生まれ、5歳から新体操を始める。最初のコーチは、オリガ・ナザトワであった。ロシア代表チームに入る前には、モスクワ州ドミトルフにおいて、アンナシ・シミロワに指示する。2011年、日本で行われた、新体操のクラブ世界選手権、イオンカップでは、 エフゲニアカナエは、ダリア・コンダコワと共に、ガスプロム代表として出場し、団体戦とジュニアの個人総合で優勝。2012年には、ニージニー・ノブゴロドで開かれたヨーロッパ選手権において、リボンの種目で最高成績を取り、ディアナ・ボリソワ、ヤナ、クドリア・フツェワ、ユリア・スイニー・チナと共に、団体戦で優勝した。ソルダトワは柔軟性と、優美さに優れている。 2012年のロシア選手権では、フープとリボンで銀メダルを獲得し、クラブの演技で銅メダルを獲得。2014年のシーズン当初、ソルダトアはロシア代表チームの補欠だった。国際大会のシニアデビューは、モスクワで2月に行われたグランプリで、双子のディナ・ーベイリナとアリーナ・ーベイリナ姉妹に次いで3位の成績だった。3月に、 ハンガリーで開かれたワールドカップ第一ラウンドで、それだアは,は、個人総合で、金メダルを獲得。クラブとリボンでも優勝し、ボールでは2位、フープで3位に入った。国際大会では4月に、リガで開かれたバルチックフープで4個の金メダルを獲得。ボールではミスをしてしまい4位に終わった。6月には、イズミルの世界選手権において、個人総合とリボンで優勝。 残りの3種目でも銀メダルを獲得した。2014年のロシア選手権でソルダトワはチームにおける自らの地位を確立する。個人総合でヤナ、クドリアフツェはマルガリータ・マムンに次いで3位に入る検討を見せたのだ。9月に火山で行われたワールドカップファイナルでソルダトワは表彰台に立つことはできなかった。競技終了後、 ヘッドコーチのイリナ・ビヌルは、ソルダ・トアが、クドヤフツェはマムーンと共に、トルコのイズミルで開催される、世界選手権に出場することを宣言する。2014年9月、ソルダ・トアは、イズミルの世界選手権で、団体戦に参加し、ボールとフープの種目で出場。それぞれの種目で17.675と18.050を記録した。競技の結果、ソルダ・トアは嫌な。 クドリアフセはマルガリータ・マムンと共に団体戦優勝を成し遂げる。2015年のシーズン初めにモスクワで開かれたグランプリにおいて、ソレダトアは個人総合で第4位になった。ボールとクラブでも決勝に進み、ボールの種目では18.200で優勝。リスボンで開かれたワールドカップでは個人総合で金メダルを獲得し、クラブの演技でも 金メダルを獲得した。シスットガルト世界選手権とヨーロッパ選手権でも団体優勝を果たす。10月に東京で開催されたイオンカップでも団体で優勝した。ワールドカップでは全てのラウンドに出場。リスボン、ブカレスト、ペサロ、タシケント、ブダペスト、ソフィアという結果だった。ロシアのカジャニで行われたワールドカップファイナルでは 個人総合で3位に入り、個別の種目では怪我で欠場したヤナ、クドリャフツェワに代わりすべての種目で銀メダルを獲得した。シーズン最初の国際大会はモスクワのグランプリから始まった。個人総合で優勝し、個別の種目でもフープで金、ボールとリボンでは銀メダルを獲得。フランスのティエで行われたグランプリ第2ラウンドでは個人総合で銀。 個別種目ではフープで銀、ボールとリボンで金メダルを獲得した。フィンランドのエスポーで開かれたワールドカップ第1ラウンドでは再び個人総合で優勝。フープでは銀、ボールは4位、クラブは金、リボンでは銅メダルだった。リズボンの第2ラウンドでは個人総合で優勝。フープとボールでも金メダル、クラブで銅メダル。 リボンでは銀メダルを獲得した。ありがとうございます。